どうも、月刊チューズデー編集長のヤスです。ジャボー。はい、月刊メンゲーバージョン始めていきたいと思います、はい、今回の動画は久しぶりの多分ピーコッキー回です。おお、来た来たね。11月にね、ダン BM さんの方で多分ピーコッキーフォトコンテストが行われるんで、僕らもその準備をしなきゃいけないと。その時期だ。その時期です。皆さん準備できてますか？うちのピーコッキーがさ、今どんな感じなのかをちょっと一旦動画でお見せしたいなと思いまして、今日は見ていただきたいと思います。ついでに植え替えなんかもしちゃったりして、はい、それではいきましょう。月中こちらです。一旦こっちをもう死ぬ一歩間違えたら死ぬよこの感じでってなる。これがちょっと僕のファーストピーコッキー。でかくなったね。マジでかい。超でかい。僕の初めてのちっちゃなタです、これ。ちなみに買ったやつね。はい、ちゃんとね、ちゃんと書いてあるんだ。初めて買ったやつです、これ。でかくなったね。でかいよ。なんか改めてさ、俺見たんだけどさ、うん、ちょっとピーコッキーに薄く見えるんだけど。なんで、なんで。なんかこの長場は確かにピーコッキーにと言えるけど、俺ピーコッキーを見ると最大の特徴はやっぱ第二巨子だと思ってるんだよね。第二巨子、第二巨子、このトップの次、これ、それね、これこいつがギャッてなってるギャッてなってるやつがピーコッキーのイメージなのよ。これちょっと控えめ、控えめだよね。あ、これはでも、これはこれで、でもさ、うん、こういう特徴なんじゃない。そう、だから多分ピーコッキーには出してもいいと思う。出してもいいと思う。出してもいい。だって分かんないもん。長場で、なんだっけ、なんつったっけ。長場で、長場でうねりがあるとか。あ、そう、うねりか。うねりあるでしょ。でも、まあ確かにね、こいつはあるかもしれないけど、こっからね。そうそう、これもおねりそうだね。うん、まあ、一応僕あの見本持ってるんで。そうね、標本株。標本。これでもね、全然成長しなかったんだよね、この夏。なんならちょっと早焼けしてるし、はい、やっと最近になってスイッチ入ってきて、うん、小株の方が大きくなってきました。やられちゃってるじゃん本体。これね、この多分ピーコッキーナンバーワン、はい、まあ、いわゆるだからさっきジョボが言ってたのはこれ、これでしょ。そう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 、それね、この部分。そう、これね、こう、こっからもう逆にこう、こう生えてくる感じ。ギュインってギュインって、で、ギュッてカーブする感じ。鋭角、鋭角なんだよね、ここが。なるほどね。ちょっとやっぱそう言われるとあれかな。でもこれはこれでこういう個体、うん、個体差か。うん、だってあのチタノダとかもさ、こう巨子違いとかさ、 あるじゃん。まあまあ確かにね。でもこれ多分だから。そう、多分だからね。多分だから。多分ピーコッキー。どんどんついていっちゃうじゃん、それ。どうする、これで俺は行こうと思ってんだよね、やっぱ。あ、もう一番思い入れのある。なるほど。2株出していいじゃん。そうだね、これとナンバーワン。植え替えたくないんだもう。今動き始めたから。うん、なるほどね。こっちでもすごいよね、なんかもう伸びないでほしいな。もう伸びなくてもいいな。でかくなってほしいな俺は。でかいよ。でもなんかちょっとか、これさ、なんつうの、ちょっと季節風みたいな感じでさ、中風がこう入るんだよねこいつね。へー、確かに。わかる。うん、かもこの上から見ると確かに入ってるもんな。全部に入ってる。そう、季節風が。風入りピーコッキー。結構こいつ水バシャバシャであげてんだけどさ、歯割れしてきちゃったもんね最近。ああ、たくさんあげすぎちゃって。分かんないけど。繊細だ。難しい。難しい。いかつい見た目して繊細なの。一番嫌だ。一番嫌だわ。ちょっと今日はこいつをこのキングヤバチ。知りました。うわ、キングヤバチのこれは新しいやつかな、かな、ね、015っぽいよね、うん、これに、あら、そのまま8カバーみたいにして
いいじゃん、なんか良さそうだよ。いいよ、いいよ。いいんじゃない？なんかこれで育ててるとさ、やっぱ愛着湧かないからさせめてこう、いい鉢に植えてあげて、こう、よりなんつうの、特別感を出すことによって、うん、ピーコックをこう、もうあがめる。しかも外だからね、外管理だからね。キングエアはちょうどいい。そうだね、中入れちゃおうかな。え、キングで？いや、邪魔だ、置く場所ないね。全てなんか、すべてのエリアを取られそう。パネルライト1枚使えば。いや、ほんとに、ほんとに。ちょっと植え替えるわ。月中、これそういえば昨日水あげちゃったかもしんない。これ植え替えるの大変じゃね。また鉢が変わったら顔変わるわけでしょ。環境が変わってあんまりね、根は崩したくないっす。そうだよね。盆栽みたいに上に盛る。いらない。いきますね。いいじゃん。いい感じ、いい感じ。根回ってるね。回ってる。うわ、いい。あ、ちょっと待って、すごいかっこいいんじゃない。ちょっとこれかっこよさそう。すごいかっこいいかも。ピーコッキーのために作られた鉢じゃん。いや、これピーコッキー用だ。いや、だからさ、今複雑な気持ちになってる。ピーコッキーで宣伝されてもなみたいな。なんかピーコッキーフォトコンテスト、俺どんな猛者ピーコッキーが出てくるか楽しみなんだよな。どんなんだろうね。生え抜きピーコッキーたち溢れるわけでしょ。うん、あ、ちょっとやりすぎだわ。高さ出しちゃいなよ。いや、溢れんばかりの、溢れんばかりの。少しでも埋めたい。少しでも高さ出した方が存在感出るって。少しでも存在感を減らしたい。ヤバチに負けちゃうよ、だって。え、ヤバチに負けちゃうよ、埋めたら。こいつ、そう、存在感ヤバチに負けちゃうよ。負けちゃえよ。負けちゃえよ。まあ、適正か。ちょっと待って、ちょっと待って、こんなでかいの植え替えたことないからさ。でもいい感じ、似合ってるわ。いい感じだよね。ヤバチのキングサイズにピーコキ植えてる人おらんだろうな。昔ヤバチさん植えてた気がするんだよな。本人が、うん。長場の株似合うかもね。似合うよね。アメリカーナ的な。意外そう。似合ってるし、すでに。いつもよりも往復つかないとね。いやー、これ超大変だわ。詰めるの大変そう。超大変。土の量としては増えてるよね、さっきよりも。増えてると思う。また大きくなるんじゃないの。うん、もういいかな。畑持ってこ。コンテストが終わったら畑持ってきます。だから重植えするみたいな話もあったもんね。うん、重植えしよう。ああ、もうちょっと大変なんで、うん、一回動画止めます。はい。月中、はい、ということで完成しました。はい、すごいよ。どう、どう、かっこいいじゃん。どう、ちょっと一回出しよう。どう、こんなに合うと思わなかった。キングヤバチに、キングヤバチにめちゃめちゃ合うね。すごいじゃんこれ、かっこいいじゃん。やっぱり綺麗にまとまってないからさ、その株自体がさ、うん、こう荒々しい感じのこのデザインと合うんだろうね。お互いに負けてない、なんかこう負けてないよね。なんかね、ラップバトルしてるみたいな感じだよね。お互いにバトルしてるよね。死ぬぞ。危ない、死ぬぞ。ピーコッキーにやられるぞ。初の被害者になっちゃう。目に当たったら本当に危ないよ。本当に危ないからね。さよなら。マジいいね。いいよ。いい戦いを繰り広げてるわ。株と蜂が。どっちも主張してる感じ。めちゃめちゃいいわ。優勝でしょ。いや、今回これ動画出てるから、キングエバチに植える人出てくるよ。出てくる。これがこれだけじゃもうね、特徴にならなくなっちゃう。ならないよ。いるか。だからあとはどこで撮るかよな。やっぱりもうこのシチュエーションよ、やっぱり大事なのは。場所大事だ。考えてます。絶対考えてんの。考えてます。
発表する？いや発表はしないけど取りに行く今度。ああいいね。うん、でこの答えが完成したわけだから、あとはこれをどこに持っていくかっていう話。どこで取るかだよ。どこに持っていくかっていう話。まあくまでもフォトコンテストだからね。うん、いや楽しみになってきたな。やっぱりこうテーブルで撮るだけじゃね、ちょっとそうじゃん。そうなんだよ、やっぱりこう背景も全部作品の一部だからさ、やっぱこれロケだ、ロケロケしなきゃね、ロケしなきゃ。いや楽しくなってきたな、ちょっと楽しくなってきた。どこで撮るか、え、めちゃめちゃかっこよくない？かっこいい、かっこいい、やばくない？これ、愛せる、愛せるよね、ちょっと確かにこれなら室内置いてもいいかもね。もうヤバチがすげえんだよ、ヤバチがすげえもん、それただヤバチがすげえ、ヤバチがすげえんだ。決めました。ちょっと僕らもあの協賛しますって言ってるじゃないですか、うん、月中賞としてちょっとこのキングヤバチ僕ら提供します。キングヤバチを、うん、いいじゃん、協賛を、うん、キングヤバチこんだけ似合うならね。そうで、それだってヤバメ賞じゃん。これの赤バージョン作ってもらう。赤ね、月中カラーね。そう、世界に一つだけの。うわ、もう一点もんだ、一点もん、死ぬぞお前本当に。ちょっと俺も欲しいから世界に2個かな。俺と1個にしようよ。だって取ればいいんだから、月中賞。取ればいいんだから。俺らに決めるんじゃないですか。取ればいいんだから。できれいですね。一番怒られるやつじゃん。だって3票出せるから。そこヤスが自分に入れてもね、他にいい人いるかもしれないから。ちょっとまだヤバチさんにお願いしてないけど作ってもらおう、うん、これね、この色、それのね、キングね、うん、いいじゃん。絶対黒の方がいいけどさ。黒だとヤガベショーになっちゃう。黒だとヤガベショーになっちゃうから。そう、でもそれこそあれね、今度イベント来れないって方もね、ゲットできるチャンスになるし、うん、そうだね、いいんじゃない。赤キングヤバチ、赤キングヤバチ、いいな。一つだけの、お願いするわ。いいね、連絡する、うん、今から、うん、全部急げ、うん、これの赤作ってくださいっていいじゃん、月中。いやすごいよ本当に。ちょっと想像以上の似合い具合かも。いや想像以上だね。ピーコッキーのために作ったでしょっていうぐらい、なんか下のこれもピーコッキーの葉っぱに見えてくるよ、葉っぱに見えてくるよ、このディテールも。すごいよ、めちゃめちゃいいじゃん、親和性あるわ、うん、どんなになるか楽しみだね。どんぐらい応募があってさ、どんぐらいの作品数がさ、うんうん、来るのか。1人2つまでだっけ。2つまで、うちからはこれだけかな。あれ、お前出る、今度レギュラーで出してくれるって言ってたじゃないですかって言ってるよ。レギュラーって言ってたじゃないですかって言ってるよこいつ。僕は入れてくんないんですかって。これに2枠あるのに。お前も来年だ。あんまりにもこれが良すぎちゃってさ、俺はこれで行くわ。2つ出したら月中賞当たる可能性も2倍だよ。そっか、じゃあそれはジョボということで。俺はまた別で2個出せるわけでしょ。そうそうそう、別々があるじゃん。俺は6個出せるってこと。そうだ。ずるーずるーずるー。ダンディ M さん本人もね、出るって言ってたから、うん、いや絶対負けたくない。やっぱりここはグループ YouTuber のやっぱ強みを出していかないと、うん、意地を出していかないとね。3人いるんだから、うん、6巻出せるから。やっぱりね、数の暴力、そう、アドバンテージ取らないとそこはね。そうだね。いやちょっとぜひダンディ M さんの多分ピーコッキーフォトコンテストに参加される方は僕らに負けないように写真を撮ってください。これは概要欄に動画貼るのかな。概要欄に、はい、じゃあぜひ見ていただいて、ダンディ M さんのやつ貼っておきますんで、はい、11月の中旬ぐらいかな。そうだね、なんで中旬から下旬にかけて、下旬ぐらいかな、まあ、まだ期間ありますんで、今のうちにグッて成長させてね、そういいものに仕立てて、いい写真撮って、ぜひ応募してみて一緒に盛り上がってください。はい、この動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。次回の月中ファミリーニューバージョンお楽しみに。ではまた。